室外骨脱臼は、室外骨が通常の位置から外れる膝の損傷である。症状の多くは、膝が部分的に曲がったまま、痛みと腫れが伴う。さらに、見た目や感触で、室外骨が定位置からずれているのがわかることが多い。合併症には、室外骨骨折や関節炎などが見られる。室外骨脱臼は通常、膝がまっすぐで硬いがねじれた状態から、 膝が外側に曲がった際に発生する。時に膝が曲がった状態で、室外骨を強打することによって発生することもある。一般的に関連づけられているスポーツには、サッカー、体操、アイスホッケーなどが挙げられる。ほとんどの脱臼は常に正中線からずれて発生する。診断は通常、症状に基づいて行われ、X 線によって確認される。 制服は一般的に膝をまっすぐにして、室外骨を正中線に向かって押すことである。制服された後は一般的に腹膜で数週間膝を伸ばしたまっすぐな状態で固定される。その後、理学療法が行われる。一般的に初回の室外骨脱臼後に手術をすることの有用性は不明確である。膝関節内の骨の一部を骨折した人や、 室外骨脱臼を複数回している人には手術が必要になることがある。室外骨脱臼は年間10万人中約6人に発生する。これらは膝の怪我の約2%を占めている。一般的に最も見られる年齢は10歳から17歳である。発生の割合は男女ともに同じくらいである。初回の脱臼後約30%の人に再発する。 ありがとうございます。